死んでしまっても仕方のないことって言えるから、まだ見終わりじゃないってことが言ってるんだ。最後まで刻み続けるよ。まあまあ、いいんです
ちょっとね、この曲で入りたいなっていうのがあったんですけど、ちょっとそれがなかった。まあまあ、あのそれはね、またちょっとお恥ずかしい、はい、お恥ずかしいところね、はい、めっちゃ寝てますよ、多分ね。ありがとうございます。ハイドプレイングでございます。どうも、よろしくお願いします。なんやこの二人とも喋るバンドはみたいな。そうですね。もうマイク持ってるし、持ってますか。今日はね、一応ね、30分持ち時間あるので、まあ、10分、10分、演奏10分ってことで、まあ、だいたい喋ってますんで。若干明るくしてもらっても大丈夫ですか。あ、すいません。何が見たいの、何が見たいの。いや、中で、中ね、はい、タグがトラブル、全然気づかなかった。全然もう大丈夫です。クライム、そういうこと。あ、待って、あ、演出じゃない。演出あ、5時間ぐらい見えた。もう、キリさんどうしますか。100円つけません。とりあえず、100円つけます。あ、いいの。なんかすげえ恥ずかしい。これ何だ。なんだか恥ずかしい。めっちゃ見られてる。で、僕らがやってる間に皆さんでトラブル解消するようにしていただいてもね、ちょうどいいかなと。これでもユウさん、僕らでよかったっすね。本当にね。まあ、あのどっちかというとこういう演出の方がいいなっていう。まあそうですね。ちょうど僕らのところ一応3番目なんですよ。トイレ休憩。トイレ休憩。どうぞ。聞かなくても大丈夫。うわ、やばい。5分経ちますよ。怒られる。やめる。リュウさんに今日喋るなって言われて。まあ、せっかくなんで、まあ、曲25分50分ね、まだ大丈夫。あ、そうなんですか。まだ大丈夫。じゃあせっかくなんで、あのハイドロプレーニングってじゃあなんだというところで、今日はマボさん、ドラムとアコギ2人でやるんですけれども、はい、ハイドロプレーニングっていうこうバンド名なんですけどね、まあ僕がやってるバンドは大体車のに馴染んだ名前が多くて、なんか車のやつにしたい。そうですね。ハイドロとかなんか使いたいとか言うんで、お、さすがよく知ってらっしゃる。ハイドロプレーニングって何っていうと、まあ路面がですね、めちゃめちゃ濡れててですね、ん、エロい話しちゃう、エロい話しちゃう、すぐそんな顔する。で、タイヤの溝とかに水が入って、ブレーキが効かないという。マジで、ビタビタ効かない。そう、まあ、ブレーキ効かない人ね、これ。そういうバンド名。なんとね、ビチャビチャでブレーキが効かない。効かない、そう。まあ、簡単に言うと、もう濡れてるどうしようもないというバンド名なんで、よろしくお願いします。あ、いいなぁ、サラリーマンのシンプル持ってないでしょ。曲やるか。はい、じゃあそういうハイドロプレーニングね、もう今日はふさわしいぐらいピチャピチャなんで、みんな濡れて帰ってもらいましょう。じゃあ、雨の歌を歌います。 In the rain。 あ、大丈夫です。このまま100円つけておいてください。あの、本当にすいません。
客席上がるんですけど誰こんな誰ですね。どうすか、まだなんか治れない感じですか、大変ですね。そんなこともあるんですよ、ね、長い。僕らは全然大丈夫、僕ら全然ほんまに大丈夫です。次のバンドさんで治ってくれたら、かわいこちゃん出てくるね、みんな。そうなんですよ、かわいこちゃん。そうなんですよ。じゃあ、今のこの人ね、なんか今日めっちゃモテてるどう思う？めっちゃいつもほんまやばい今、何って顔してる人が何ぶっ飛んでんの今日なんかやったらモテれますよ。そんなことないです、そんなことないです。ちょっと動揺させたところ、いや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 、ね、いや、100年としてライブをするっていうのはなんかこうあれですよね。ね、あの野外イベントの感じですよね。すっごい明るいね。まあ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 頑張ります。そうやって喋ってる間にね、どんどん時間がね、これリュウさん怒られる。いや怒られなかったんですね。今日久しぶりにね、ビッグジャックさん来て本当にこうやりやすい箱でありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は全バンドオリジナルライブシャーク、はい、企画者シャーク、ありがとうシャークさん、はい、縮めてって言われてます。あ、すいません。シャークの意味かもしれない。喋るのやめてって、はい、どっちかというと、はい、終わりって、はい、よし、じゃあ、歌おう。はい、大丈夫ですか、次の曲は、はい、あ、そのまま行く感じですね。わかりました。え、次の曲に対しての話はいいですね。あ、しときましょうか、はい、真面目なと思うんでね。はい、まあ、今日はオリジナル曲オンリーということなんですけど、すいません、起きて破りということでコピーをしたいと思います。怒ってるよみんな。どうしよう、てる客席明るくするの恥ずかしい。ちょっと1曲だけ申し訳ない。そうですね、ちょっと1曲だけやらせてください。すいません、ちょっと次の曲はすいません、お客さんのところも電気を消してもらったら嬉しいな。電気を消してね。いいっすか。あ、100円聞いてもらっていい？100円聞いてもらっていいっすか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ、2人の共通の友人のためにちょっと今日歌いたいと思います。まあ、ここにはいないんですが、まあ、何したいの。しんみりとしようと思ったらライトが動いてるの。まあまあまあ、そういうこともあるからいいんですけど、まあ、今日はせっかくなんで、せっかくなんで友人のために歌いたいと思います。友人、僕も大好きなんですけど、カンの曲なんですけど、あんまり皆さん知らない人もいるかもしれないですけど、永遠という曲を歌います。もし僕が君とではなかったら、僕たちはどんな二人だったでしょうね。例えば君は結構幸せな虹の母で、僕はもっと不安げな色彼、
一緒に遊びましょうという曲です。リーネ先生プログラム。I'm not the one who's running out of time.